お兄さん来たんだね。待ってたよ。お姉ちゃん、起きたんだね。直樹、無事でよかった。お兄さん、僕はもう大丈夫だよ。そうだ、お兄さんも一緒に来る？そうですね。来ない方がいいと思います。なんだか、私たちに何が起こったか分かった気がします。心配しないでください。私たちは大丈夫です。それより、もう私たちは行きますね。本当にありがとうございました。さようなら。気がつきましたか？あなたは床に倒れていたんですよ。目が覚めてよかったです。運よくお医者様が乗っていたんですよ。軽い静脈血栓塞栓症でした。いわゆるエコノミー症候群ですね。体を横にして足を上げることで良くなったようです。本当に良かったですね。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんですよ。数分前に起きた人身事故です。その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。失礼します、業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。